コトナチャンネルをご覧の皆様、こんばんは、院長です。今日はですね、ちょっといつもと違うテンションでお送りしてますっていうのも、まあ今日久々のオフなので髪を切りに行こうかなと思ってます。結構ね、もうコロナのちょうど緊急事態宣言、まあ東京都の緊急事態宣言が出る前に最後に髪切ったので、もう2ヶ月半ぐらいかな、伸ばしっぱなしで結構伸びてきたんで、まあこんだけ髪の長さあれば結構なんかいろいろ遊べるかなと思って、ちょっと今回もいつも担当してもらってる樋口るい君にですね、まあ髪切ってもらって、まあついでになんかこうパーマとかちょっとかけてもらって、いろいろまあなんか遊んでみようかなということで、まあなんかオーダー的にはお任せに今回もなるんですけど、まあちょっといい感じにイメチェンしてもらおうかなと思っておりますって感じで、早速ですね、じゃあ樋口るい君のとこにも髪を、まあヘアちょっとイメチェンって感じでやってもらいに行きたいと思います。どうなるか楽しみにしていてください。今こんな感じです。ぜひ楽しみにしていてください。それでは早速るい君にイメチェンしてもらいたいと思います。音声入ってるか、まあ、大丈夫か。はい、よろしくお願いします。じゃあお願いします。なんか、はい、まあ、結構髪伸びたんで、はい、もう本当、まあ、今回もお任せなんだけど、はい、まあ、けどなんかちょっとせっかくこの長さをちょっと活かしたいなって感じはある。パーマですかね。うん、まあ、ちょっとパーマとかかけたいかな。どんなイメージですか。なんかちょっとその T シャツスタイルとかでもなんか遊んでる感がしっかり出る、はいはいはい、パーマとかをかけたいなっていう、うん、感じかな。長さは維持、うん、前髪どうしよう。その辺はもうね、お任せ。大丈夫でした。感じで、わかりました。まあ、ちょっと決めながらやりましょう。うん、はい、伸びたっす。伸びたのよ。自粛してましたね。お願いします。はい、お願いします。撮った方がいい。動画的にあれなの。けど、うちのお客さんすごいかりんちゃんファン多いよ。あ、本当に。あ、やっぱ動画見て、まあ、動画見てもそうだし、まあ、なんか結構言われるんだよね。かりんさん出てましたよね。前は前ですよ。後ろって言いました。何が後ろって言いました。後ろは可愛い。前はこっちの後ろ。ね、最近なんか、はい、K-POP にハマってて、これがそう、ですか。そう、けどやっぱね、なんかね、かりんちゃんけどやっぱね、クオリティ高いわ。いけますかね。ニジプロを相手にしてもち
ニジプロとかなんかあの K-POP のブラックピンクとか拝見してもいけるわ。ありがとうございます。前見ていいですか。でね、本当になんかね、かりんちゃんファンがすごい、うちのお店のお客さん多い。なんでですか。わかんない。皆さん、超お話ししてなかった。ああ、もう一回やります、最初から。いや、いいの。だけど、いいか。いいですか、試合のところで。はい、ということで、今回はトレイルバイローバー行ってきまして、いつも通り樋口るいくんに、カッター&パーマをやっていただきました。こんな感じですね。はい、るいくん、なんか今回のテーマというか、はい、まあお任せにしたんですけど、はいはい、なんかあります？テーマ、まあテーマというかせっかくあの自粛を経て髪伸びたんで、はい、ちょっと今まで違う一丁を見せたいなと、はい、いうことで前髪作ってね、もう前髪ある髪型とかも何年もやってなかったから、ね、いやいや、もう自分でもちょっと新鮮です。ね、見たことないです。今もちょっとくしゃくしゃで、うん、まあ、いろんなスタイルできるように、まあ、下げも上げも分けも、うん、いろいろできるようにかけてるんで、うん、まあ、今回下げてますけど、うん、まあ、もしゃもしゃくしゃくしゃパーマっていうかスパイラルミックスパーマっていうやつですね、うん、ランダムにかけてるような、まあ、どんなスタイルも対応できる髪型に、うん、しときました、うん。まあ、なんかセット的には結構、まあ、自分で今ちょっとセットしてないか分かんないけど、基本ちょっと濡らして、そうですね、もうあとあのトリエのさっき使ったやつでくしゃってやればって感じで、そうです。もう今の時期だともう乾かす必要もないかなと、うん、タオルドライしてつけて、うん、まあ、形ちょっと作ってあげてそのままいいかなと、うん、あんま決め込むスタイルじゃない、くしゃくしゃしてて、うん、腕組みしてて決まるような、うん、まあ、でうん、まあ、本当ちょっとあの僕結構あのコーディネートの動画とかでもいろいろなんか言ってますけど、やっぱり服装によってやっぱ普通のね髪型だとちょっとボリューム感が足りなかったりするんで、まあそういう時僕キャップとかハットとか被ってますけど、まあこうやってパーマかければ結構頭にボリューム感出てくれるんで、多分ちょっとオーバーサイズの服とか着ててもなんかこう被り物しなくても割とバランス取れたりするんで、多分この髪型だったらね当分被り物なしでもいけるかなっていう、まあけどやっぱ被り物あった方がいい時もあるんで、まあ被り物は被ると思いますけど、それ見たい人多いですね、うん、まあけどなんか被り物なしのパターンがよりねなんかこう決まるようになるんじゃないかなと思ってるんで、まあちょっと今後僕は経過を楽しみにしてます。いやー、そうですね。ちなみになんかこういうパーマとかってかけた後どのくらいでメンテナンスというか、また伸びてきたらまたパーマをかけた方がいいの？まあ、レングスにもよるんですけど、こんぐらいの長さとかだと言ってしまえばかけ方次第なんですけど、その、まあ、緩いパーマの時に、うん、緩いパーマを優しい薬でかける美容師と、緩いパーマを適正なしっかりしたパーマ液をかけれる人と分かれて、後者の方だと落ちてこないんで、緩くて、そうなると、まあ、切りすぎなければしばらくずっと持つので、基本的には、まあ、かけました、次じゃあカットだけです、でその次でカットパーマみたいな感じが多いんですかね。じゃあルーティン的にはまあこのパーマでどのくらい持つ感じになるんですか？持つ持つまあ3ヶ月とかって感じで、3ヶ月ぐらいになるんですね。極論その切らずに伸ばしていけばずっといるんで、うん、そういう意味ではもっとなんですけど、まあ、切ると思うので切ってなくなる分、横とかがどうしても切ったらすぐなくなってくるので、欲しくなってきてかけるっていうのが多いですね。
そうなんですね。そうなんです。じゃあまた、まあ、これちょっと気に入ったら3ヶ月後ぐらいで幅、ね、かけるかもしれないし、ね、って感じで、まあ、今回はカットパーマーかけていただきました。本当に結構気に入ってます、個人的には。一応なんかこの子も一回パーマかけたことあるんですけど、ちゃんとな、あ、まあ、前回もちょっとだけパーマかけましたけど、まあ、前もパーマかけた時はあのブリーチにパーマかけてたんで髪チリチリすぎてすぐ切っちゃったんで、あんまパーマスタイルみたいなの楽しめなかった、はい、黒髪パーマとしては本当ちゃんとかけるの初めてなんで、どんな感じの服が決まるのかもちょっと楽しみです。いや、楽しみです、はい、って感じで、今回まあ担当していただいたるいくんも最近本格的に YouTube も始めまして、全然ね美容系 YouTuber じゃなくてもリノベーション系 YouTuber としてDIY YouTuber としてやってますので、もしなんかねこう家具とかちょっとそういうこと興味ある方いましたら、ぜひるいくんの YouTube もチェックしてみてください。もう僕チャンネル登録多分そろそろ抜かれるんですけどね。抜きません、抜きませんって感じで、まあ、ぜひるるいくんの YouTube もチェックしてみてください。で一応本当そういうねリノベーションとかの動画上げてますけど、一応美容師さんなんで、はい、もしこんな感じのちょっとパーマかけたい人とか、まあるいくん結構、まあ、ハイトーンのなんか髪型とかも得意ですけど、まあ、こういうパーマスタイルも得意ということで、はい、ぜひちょっと男っぽいスタイルがねやっぱるいくんはすごいかっこよくしてくれるんで、ぜひ男っぽい髪型とかにしたい人はぜひるいくんのとこも行ってみてください。はい、そんな感じで、じゃあ今日の休日動画は以上となります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画面白かったよっていう方いましたら、ぜひ、グッドボタンよろしくお願いします。それからチャンネル登録もお願いします。なんか髪型に関してのなんか感想などもよかったら、なんか前の方が良かったとか今回の方が良かったとかそれやだななんか感想も聞かせていただ、まあ、けど前の髪型も結局ルイ君にやってもらってますから、まあ、ぜひなんかその辺の感想もコメント欄から聞かせていただけると嬉しいなって思います。特にあの女性からの意見気になるんで、ぜひ女性の視聴者の方は、コメントいただけると嬉しいなと思います。そんな感じで、今回の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。